まもなくプロジェクションマッピングショークリスマスキャロルクロックが始まります。カメラのフラッシュは他のお客様のご迷惑となりますので、フラッシュ機能をお切りいただきますようお願いいたします。ここは寒い冬を迎えたクロックタワー。今日は子供たちが楽しみにしているクリスマス。子供たちは大好きな歌を歌いながらクリスマスを祝います。その歌声は風に乗り、さまざまな奇跡を起こします。建物が変化したり、動物が演奏したり、そしてハーモニーとなって大きなクリスマスツリーを作り上げます。けれどもそんな時に突然の嵐。みんなで作るクリスマスツリーは果たして無事に完成するのでしょうか。
プロジェクションマッピングショークリスマスキャロルクロック、お楽しみいただけましたか。この後も物語とエンターテインメントにあふれる街イクスピアリで素敵なクリスマスの夜をお過ごしください。